かく見つけたお宝が！もうどうしてこうなるのさ！私の願い事は、こいつが本物の魔法のランプなら金も女も思いのまま夢が膨らむぜ。ランプで叶える俺の願いは、このスマ。さーて、事前に得た情報によるとお宝はこの先の宝物庫にあるっぽいね。おい、こそこそやんのは性に合わねえよ。もっとガンガン行こうぜ。何言ってるのよ、それじゃ強盗じゃない。私は盗賊なの。軽やかに盗んでさっそうと立ち去るんだよ。盗賊ってとてもそんな風には見えねえけどな。大体なんだよこの服は。女子くんじゃなくて、カズマくんが作ってくれたんだよ。砂漠の屋敷に潜入するならこの格好がいいって。変装みたいなもんか。俺はいつもの服の方が。もう文句は言わないの。ダストくんは無理やり私についてきたんだからね。私の指示に従うこと。いいい、まあ仕方ねえか。とっておきのお宝を手に入れるためだからな。こするとマジンが現れて願いを叶えてくれる魔法のランプ、眉唾だけど本当ならすごい宝だよな。とりあえず王様にでもなるか、それとも綺麗な女はべらしてシュワシュワ一生飲み放題とか。でひでひ。ちょっとダスト君、さっきも言ったけどダメだからね。報酬の分け前は渡すけど、ランプは私がもらうよ。硬いこと言うなよ。二人で美味しい思いしようぜ。本物だとしたらどんな願いでも叶うんだからな。ダメ、君は変な願い事をしそうだし。何を言ってんだ、世界平和とかそういうことをお願いするだけだ。ついでに女とかね。とじー、ダメだこいつ。どうやら目的地に着いたみたいだね。ひゅー、会場スキルってのは便利だな。君が覚えたら絶対悪用しそうだよね。それより目的のランプは、ん、もしかしてこれじゃないか。おお、ダスト君お手柄。よし、速やかに回収してトンズラするよ。待てよ、噂が本当かどうか一度試してみようぜ。ちょっとダスト君何してるんだよ。本当に魔人が出てきたら、その時俺は欲望のままに進むだけだ。おー、あれ、何も起きないな。いや違う、かゆい。なんだこれ、かゆい、全身がすっげえかゆい。おいクリス、どうにかしてくれ。全身が赤くなってるよ。これってジンマシン。なんでジンマシンが出るんだよ。魔人が出るんじゃねえのか。魔人マシン、ジンマシン、なんとなくわかったよ。それは魔人を出すランプじゃなくて、ジンマシンを出す呪いのランプなんだ。はぁ、あ、嘘だろ。あー、ダメだ、体中マジでかゆすぎる。自業自得、ズルしようとするからでしょ。私は専門外だし、後でアクアさんに直してもらったら。あー、そうするよ。くそ、かゆいかゆいかゆい。夢は魔人なんかじゃなく自分の手で叶えろって、いい教訓になったよね。うるせえ、俺はこの程度で諦めないからな。殺すわ。